3年なんか変わりました。いやー本当は急成長遂げてたんですけどねうん、まあでも、うん、僕もまあそんなにそのめちゃめちゃ変わったかっていうと、うん、意外とまあでも会社になった会社になったんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、いやいやいや、そうなんです。それぐらいかな。でも全然やってることはとか考えてることもそんな変わってないかもしれないですね。うん、なんかもううちもずっと同じなんですけど、うん、ここまで来たら変えないよ。そうね、うん、うん、なんかもうこの、まあ、今めちゃめちゃ大変な時期じゃないですか、うん、世の中的に、ね、世の中的に、うん、それでなんとか生きてこれてるのは、うん、多分間違いではないのだろうなとは思うんですけどねどうすか、うん、いやでもそうだと思う。まあその行けなくなった人が間違ったわけではないと思うけど、そうです、うん、でも確かに、でもなんかさ、本当音楽業界の話で言うとさ、うん、死神の鎌みたいのがさスパンスパンなんか跳ねていく感じじゃん。はいはいはい、はいはいはい、だからね、うん、なんか、うん、だからやっぱりイベント仕事は特にうちはあの、うん、フィンランドと、ね、フィンランドの音楽なんで、うん、まずあの国の行き来ができなくなっちゃったから、うん、それで一旦全部あのなしになっちゃって、この、うん、なあの夏秋ぐらいの予定が、うん、なんでそこは厳しいですけどね、うんうん、でもまあちょうどなんかでもいろいろ考えたりとかっていうのはすごいできて、うん、逆に良かったかなみたいな感じはありますね、うん、ありますよね、うん、まあ、やっぱジャズとかって、うん、こういう言い方すると結構、うん、いきなりエンジンかかるか分かんないですけど、はいはい、もともと、うん、下火じゃないですか。そうですね、おっしゃる通り。で、うん、そういう意味合いで言うと、うん、周囲の熱が、うん、ちょっと抜けるじゃないですか、抜けるじゃないですか。うん、それってなんかこう、まあ痛手を負った人とか大変な人は大変なんでしょうけど、もともとニッチなところでやってた、うん、ところに関してはその世の中の論調ほどはしんどくないと思うんですよね。うん、うん、まあそう、ね、しんどい顔を重視してる人たちいるけど、うん、確かにもともとまあなかなか、ね、うん、お客さん集めるとかね、あとはギャラもいわゆるチャージバックというか、うんうん、そういうあの中では、うん、だからフラットなところから熱を持ち上げるっていう意味では、うんうん、周囲のことが気になってしまう人も中にはいるでしょうから、そうですね、そういう人にとっては戦いやすい状況になってきたっていうのも一つの考えだと思うし、うん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 、でもやっぱやってて思うんですけど、うんうん、音楽好きがもっと投票がやりやすいですね。そうですね、それも、うん、なんか、うん、要はまあいいことというか、なんか産業としての音楽みたいな、うん、要は金儲けの道具としての音楽みたいなのが、うん、ちょっとついえつつあるかなって感じは。ああ、いたずらっぽい顔してるその通りだと思うその熱はどんどん抜けた方がいいよ。そう、うん、で純粋になんかその音楽が要はそのいわゆる楽しみとか芸術とか、うん、なんかそういう部分でこうやってる人たちはなんかその痛手を負っても続けてるというか、もともと板手続きのところ板手って言っていいか分かんないけど、うん、まあそう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 、うん、そこと干渉しないところで残るものは確かに、うん、そうそうそう、もともと趣味さん、うん、フィンランドとか、はいはいはい、またそのフィンランドのミュージシャンとかが、うんうん、北欧のミュージシャンが国からどういうサポートを受けてきたかって知ってらっしゃるじゃないですか、はい、まあ僕らも海外行って、うん、でその日本のその芸術っていうかね、芸事っていうか、うん、その大衆音楽も含めて、うん、もに対してのバックアップ状況っていうのは、うん、まあこんぐらい開きがあってあるじゃないですか、うんうんうん、はい、ありますね。で日本のミュージシャンは感じづらいと思うんですよね、うん、国家の存在というかバックアップというか、うんうんうん、文化的なそのものに対してのね、うん、まあ、自力でなんとかうん、死ぬ気でやってるみたいな、それをこのタイミングで感じれた人は確かに多いかも。そうですね、うんうん、それはいいことかもしれなくて。そうですね、うん、うん、まあ難しいですけどね、なかなか本当はだからちゃんと音楽であの食える
仕組みみたいなものをみんなで考えていく。俊ちゃんそれずっと言いますよね。そう、絶対そう思うんですよね。うんうん、やっぱりちゃんと、まあ、そもそも、まあ、前回がだから結構そのフィンランドってこういうこうサポートの仕組みがあって、うん、でなんかその日本は結構みんな頑張らないと大変みたいな話を前回したかと思うんですけど、うん、まあそのなんていうか、まあ、あとそれから思ったのがやっぱりそのなんかライブに行く文化みたいなのがちょっと日本ってあるのかなって思ったりとかしていて、うん、あその話面白いかも。俺ないですもん。ないですよね。完全にだって、うん、ライブ行ってたらこれやってないと思うんだよね、はい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 、多分僕は、はいはい、だからあまりださライブ版とかあるじゃないですか。ありますね。俺結構ミックステープとか作るの趣味なんで、うんうんうん、作るっすけど、はい、好きな曲があるじゃないですか、うん、何回も入れますよね、はい、なんか夏のやつとか秋のやつとかに、はい、冬ぐらいだよねライブ版ライブバージョンが入ってくるのはっていうようなところが僕はあって、まあライブがいいっていう、うん、ライブバージョンがいいみたいなのもたくさんありますけど、確かにそうだな。ジャズなんかでも全部ライブバージョンだもんね。ジャズはもう、ね、うん、即興で言えばね、よいどんなんで、うんうんうん、だから結構その要は向こうはその助成の仕組み、助成金の仕組みとか公共が支援する仕組みってあるんですけど、やっぱ結構みんなフラッとライブ見に行くんですよ。わかります。そう、例えば僕の経験だとフィンランドちょっと行ったことないからわかるんですけど、街にそういうライブバーとかベニューみたいなものが 2,3 個ありますよね。大体ちっちゃい街だったら僕の時そうだったんですけど、でそれ以外に飲む場所ってそんなないじゃないですか。あ、確かに。ワタミとかそういうのって、うんうんうん、だからさ、その老若男女、はい、そこに集まるし、うん、だからそのなんていうのかな、アフターファイブの過ごし方の中にそういうものが、それこそ欧米では確かに組み込まれているし、それを多分日本の音楽、うん、シーンというか多分80年代とかなのかな、うん、が輸入した際の形がまだ最適化されてない状態にあると思うんですよね、うんうん、実はそうですね、その通り、うん、ライブのパフォーマンス、ライブをってこと自体が多分輸入文化で、日本ってそもそもパブリックで、うん、天下の往来でみたいな言葉もあるぐらいだから、うん、パブリックで何かをするっていうことがそんなにオープンな世界じゃない、うん、はい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 、確かに確かに、うんうん、それこそ、うん、今思いつきで喋ってますけど、はい、それこそブルースとかのジェイク・ジョイントじゃないですけど、うんうんうん、敵なんですよね日本のライブハウスって。きっとオープンじゃなくて、そうですね、確かに、でそこの背景の違いが大きくあるから、うん、そのね、そのライブってものに対してっていう話は、うん、背景そのものがそうだと思う。結構だから一時期意識して、うん、本当に最低どんなに忙しくても月に1本は必ずライブ見に行くようにはしてて、昔から、うん、まあちょっとこのコロナで全然、うん、なくなっちゃったんで。でもユフラってそういう意味ではいいビジョンですよね。まあそうですね、だって、うん、おそらく、うん、音楽好きとかその、はい、そのまあ、こういう言い方するとあれかもしれないけど、海外のさ、そういうのをさ、うん、日常の中にあるそういうものを体感した状態でさ、うん、日本のライブハウスやクラブって楽しめなくない、うん、ぶっちゃけ。確かに確かに。でそういうものを作っちゃおうっていうコンセプトだと思うから、うん、すごくいいなと、ね、うん、だからユフラは、うん、でも結局、まあ、一応そのフィンランドとヤナセンノンガクとコーヒーみたいな、うん、そういうテーマで始まったんですけど、うん、結局最終的にはやっぱ、うん、なんだろう、地元の人々が集う場になったんですよ結局。それがだって、うん、ね、本当の姿じゃん、うんうん、金曜日とかにとか週末とかに、うん、空いてるから飲みこうちょっと寄ろうかなみたいな、うん、そういう場所にユフラはなってくれたんで、うん、それはすごいなんていうか地元の役に立ってるし、うんうん、なんかそのなんかそういう意味ではすごいいい、まあ、その環境になったなっていうふうには。いや素晴らしいことだと思いますよ、うんうんうん、なんかどういうわけかわからないですけど、うん、ね、お店とかありますし、はいはい、僕もスタジオとかやらせてもらってるじゃないですか、うんうん、場所がある人が考えなきゃいけないことだと思うし、うん、
そんな特権式みたいなものじゃなくて、いやいやいや、その、うん、いやでも本当そうだと思う。カナダ、僕はカナダだけなんで、うん、はいはいはい、そのミュージシャンとしてね、回、うん、った経験が、うん、もうそんな感じでしたよ。やっぱこの地域にいくつかのベニューがあって、うん、でまたプロモーターさんがねここ仕切ってるじゃないですか、はいはいはい、でこう隣町のプロモーターさんとかと、うん、でこの地域のここでちょっと人気出たりうまいこと言ってれば、ここで紹介されてこっちに500キロぐらい離れてたりするんだけど、はい、行ってやってみたいな、はい、でこういうトーナメントができてるじゃないですか。確かに確かに、うん、あのそのそういう意味でそのやっぱあるんですよね、地域ごとの、うん、なんかこう特色や何かっていう、うん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 、でそれを一から構築するっていうのは、うん、すごく難しいですね。大変なんですけど、うん、でもそれを地道にやる以外ないはない、ないし、うん、それ以外のこと考えてると病んでくるじゃないですか、うん、だから、うんうん、それしかないんじゃないかなって、うん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 、でもだから僕らが多分伝えなきゃいけないことというか、うん、あんまおこがましいことは言えないけど、うん、音楽好きが増えていくような、うん、ね、そういう機能したいと思うから、うん、だから地域、うん、まあローカル、うん、英語で言うと、そうですね、うん、なんかそう思うんですよ、うん、だから、うん、今の話でちょっと思ったのは、うんうん、やっぱり娯楽の選択肢が多いんですよ日本って。多いね、多い、あの、うん、なんかいろんなありとあらゆる夜の過ごし方があって、うん、でそこに要はそのなんつったらライブハウスっていうものが、うんうん、要は多分すっぱだかで突っ込んでもうまくいかないと思う。いかなかったよね、うん、この20年の歴史を見てこれいかなかったって判断すべきだと俺は思う、ね、そう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 、うん、だからなんかその別の手を、うん、何らかの装備をこう考えていかないといけなくて、いけない、だから例えば一方でなんかそのすごく例えばオンラインとかだと、うん、ドミューンとか、うん、ああいうのってすごい要はめちゃめちゃ何万人もの人が毎日見ていて、うんうん、そこにこう渋谷ももともと地下のスタジオだったのが、うん、今だからあの映ったじゃないですか場所、うん、スーパードミューンって、うん、あ、そうなんだ、そうです、うん、あの新しいどこだったかな、商業、あの商業施設の、うん、上にスタジオがドンとできたんですよ、うん、っていうふうにそういうところであの超うまくいってる、うん、でもまあその要はその地元のライブハウスって感じはないんですけど、うん、そういうポテンシャルみたいなものはあって、うん、だからその、うん、いろんな技を考えていかないといけないかなっていうふうに思ってるんですよ。でいくつかそのなんていうか仮説、チャレンジャーだわ、いやいや仮説みたいなのがあって、うんうん、なんかそのなんだろうな、結構最近僕自身が結構マニアックな趣味になんかその身を投じていることが多くて、うん、なんかそのまあそうお見受けします、ね、あの最近だから一つ一番この、まあ、あの前の収録から変わった趣味としては、うん、あのあれですね、あの、まあ、モジュラー申請始めたっていうのも一つあるじゃないですか、うんうんうん、とかあとはその、まあ、最近プラモにも超ハマってるんですけど、うん、なんかイギリスのなんかミニチュアみたいな、うん、そういうのをなんか塗ってゲームするみたいな、うん、そういうのがあるんですけど、そういうのって、うん、なんかそのそう一つちょっと敷居が高いというか、うんうん、要はそのモジュラーにしろ、うん、その色塗るプラモにしても、うん、結構その気軽にホイト入るまでに、うん、あの投資するコストもでかいし、うん、なんかねあのすごい障壁が高い、参入障壁が高いんですよ一般の人、うん、で入ってみたら、うん、なんかすごいそこでめちゃめちゃお金が動いてるし、あとはその機材のやり取りとかも、うん、要はそのなんか売り先と買い先がもう直で知り合いで、うん、なんかその、うん、どっかでばったり会って、うん、そこでこう取引するとか、うん、楽器屋とかもなんかモジュラー申請屋さんとかも、うん、なんかそのみんなもう全員プレイヤーが知り合いみたいな、うん、そういう文化の中で、うん、なんかその楽器とか、うん、あのものがこう、行ったり来たりしてるみたいな、うんうん、そういうエコノミーになってるのはすごいなんていうか面白いなと思った、ね、発見があって、うん、だからそのなんかそうライブ文化じゃないんですけど、なんかその、
そういうのを、うん、その参加したら結構フリーパスになるというか、うん、例えばその、うん、なんかそのそういうちょっとそのやっぱライブハウス見に行くっていうのもやっぱ敷居が高いと思うんですよ、うん、あのそうそうあの、うん、要は金銭的なコストは低いんですけど、うん、なんか心理的なコストが高いというか、まあそうなっちゃってますよね。そうそうそう、うん、だからちょっとその障壁を超えた人に、例えばなんかそのフリーパスになるようななんかライブハウスの連盟みたいなのがあって、うん、なんかそういうことをやるとなんか行ったり来たりするんじゃないかなって思ったりとか。なるほどね、うん、確かに、うん、今いろんなこと思ったけど、うん、そうだな、パッと反射で答えられるところで言うと、うん、ライブハウスの障壁が高いっていうのは分かる、うんうん、あの僕もやっぱりツアーとか回ってたんでね、うんうんうん、でただ煩わしいことは確かに多いし、うん、ライブハウスの、うん、コネクションが、うんいろんな人いるか分かんないけど僕の場合は、うんうん、面倒事の方が多かったかな。あー確かにね。でそれを遠くから察知する人もいるだろうし、うん、中入って経験する人もいるだろうし、うん、だからそれは障壁の一つだろうなとは思いますね、うん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 、で逆に言えば、うん、モジュラーだったり、うん、シムさんと僕も全然ライブハウスを返してないじゃないですか、はい、出会いとして、うん、で僕もそのライブハウスを返さない、うん、その弊社も、はい、運営だったりするんで、うん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 、そこは結構鬼門なんですよね逆に。あなるほど。日本の音楽産業の中で、うん、難しさがあると思う、うん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 、本当にライブハウス絡みは、うん、2手先で揉めることが僕は多い気がしてて。確かになるほどね、うん、そうですね。でそれって、うん、もうミュージシャンの心構えの問題だったりするじゃないですか。まあまあまあ、うん、さっきも、ね、10人ぐらいで始めて頑張ってって言ってたじゃないですか、うん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 、ぶっちゃけ、うん、10人で頑張って、うん、8人落ちる世界。あ確かに。じゃない。そうですね、うん、空にしても、うん、でそのパイを取り合うみたいなことではないんだけど、うん、それを前提としてない人も多いと思うし、うん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 、いきなり振りかぶっちゃうと、うん、やっぱり人格者じゃなきゃできないことだと思うの、まあ、音楽って本来は。そうですね、うん、それを見失ったりそこが見えてない集まり、うん、夜、うん、が多い気がして、うん、その結果がそのまま今に出ちゃってると思うんですよ。確かに、うん、実際そのライブハウスを返さない音楽産業が伸びていて、うん、ライブハウスがっていうのは、うん、まあ因果応報だよね。そう確かに。とはもう厳しい面として本当意図的に参加しないように僕はしてますし、うん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 、音楽業界の隅っこにいながらこういうこと言い過ぎかもしれないけど、うん、いやいや全然全然、うん、あると思うんですよね、うん、なんか、うん、そのやっぱこだわりの強い世界だから、うん、どうしても、うん、やっぱエゴじゃないですけど、うん、ただまあそれはいいことだと思うんですよね、うん、だからリスペクトが必要で要はそこに、うん、そこは欠けてると多分うまくいかない。欠けるそれってさ、うんうん俺ね、はい、やっぱ機材とかやっぱ買うんですけど、はいはいはい、会社始めて一つ、うん、最近になってなんですけど、はい、やめたことがあって、はいはい、ねぎるのやめたんです。あ大事大事大事。あの、はい、今まではまとめて買うから安くしてくださいよみたいなのよくやってたんだけど、あこれやってっから俺されてんだなとか思って、はい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 、で確かにどんな話になるかリスペクトの話につながっていくと、うん、尊敬できてるかできてないか、はい、あるじゃないですか、うん、できてないのにやってると、うん、それが返ってくるじゃないですか、うん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 、そう難しい話で結構深い、はい、深いっつうか重たい話になっちゃうけど、うん、エゴ、うん、エゴって本来良しとしてはいけないじゃないですか、うん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 、そこに対して多分こういうものが作りたいんだとかこういうパフォーマンスどこかとか、うん、って、うん、もう純粋なところではエゴじゃないじゃないですか。はいはいはい。でそのなんかそういうことをなんか容認してる雰囲気がライブハウスであるから、うん、でそこ
がぶつかってる壁なのかなとか、僕は外から見てですけどね、うん、なんかその、うん、今ちょっと話しながらいろいろ整理できてきてるんですけど、うんうん、面白いのが、まあ、モジュラーの例えばモジュラー申請とかだと、うんうん、なんかプレイヤー同士揉めないんですよ。あ、そうなんだ。全然揉めなくて、なぜかっていう、揉めそうなもんだけどね、うん、なんか、うん、いやまあ分かりやすくブレイを働いたやつは怒られるみたいなことがあるんですけど、うんうん、なんかその理不尽な、なんか揉め方はしないというか、なぜかって思うと、うん、結構だからそのみんなこういう箱を買って、うん、そこにこう1個1万とか2万とかの、うん、モジュールを突っ込んでいくわけじゃないですか、うん、そうすると1箱で結構なんか50万とかなんかなりますよね。だから、でかつそこで出来上がる音楽が全員違うから喧嘩しようがないんですよ。あとあれだよね、はい、入り口もさ、うん、そのある程度 その没入感っていうのがすごく大事なジャンルだと思うんですよ。だから入り口って結構繊細じゃないですか。確かに、うん、繊細かつ、うん、なんていうの、揃えるまでに結構しんどい、うん、だから、うん、お互いにさ、その始める瞬間の、うん、それこそ音が始まる入りはさ、はい、すごく繊細だから、うん、そこチョイしないっていうさ、うん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 、なんか礼儀が働くんでしょうね。お互いに大事にしよう。揃えてこの出来上がったものをこう、うん、それで持ち寄ったりした時によく頑張って集めたねみたいになる、うん、そうそうそう、そういう、そうで、あのさ、鳥人間コンテストとかでさ、そう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 、バカにし合ったりはしないもんね、きっとね。そうそう、みんな全然違う形の飛行機飛ばすんですけど、それはバンドとかライブハウス会話もそうじゃなきゃダメだよね。そう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 、あ、そのはずで、だけど、うん、そうなってもしょうがないよねっていうものもたくさんあるから、うん、確かにな、難しいね、うん、難しい。だから、うん、まあ、うん、そういう意味ではなんかモジュラーは優しい世界だな。そうそう、優しい世界、その結構その出来上がったものが、ね、その要はそこまでにかかる労力が高いのと、うん、あとはその一回そこ揃えちゃうと、うん、あとトレードの世界になるんですよ、うん、要はいるモジュールいないモジュールの交換の世界になる。なんかさ、そう、市川か千葉でなんかやってなかった、交換会みたいな。やってました、津田沼で。あ、津田沼気になったんだけど、うん、まあ、そう、うん、あれも、うん、だから、なんだろう、モジュラーシンセとか、うん、あとはあのマシンライブとか、うん、ああいうのをやってる人たちが、うん、いらない機材をこうとりあえず持ってきて、うん、で、破格で売っていくんですよ、うん、で、売ったもので他の人のも買っちゃうっていう中身になる。なるほどね。いや、でもさ、俺、うん、最近作ったって言ったじゃないですか、はいはいはい、作ってみて分かったの、うん、確かにモジュラーの世界、うん、一部の人暴利を貪りすぎだから。そう、まあ、それはその通りですね、うん、だからそのそういった利害や流通を一回外して交換者は意外と健全かも、うん、そうそうそう、うんうん、なんか敵ばっか作ってる。そう、喋りしてない俺、大丈夫。いや、うん、大丈夫だったんです、うんうん、なんかそう思う。こんなだって何十円とかじゃん、喧嘩。うん、まあ、そうそう、部品とかね、うん、言ったらそうですね、うん、え、5万とかしたりするじゃん。しますね。本当顎外れるわみたいに なったけど、なんか結構シンセ、うん、まあ、ちょっと話が外れるんですけど、うん、シンセって極めるとみんな作り始めるんですよ。極めてねえからな俺。いやいや、うん、そうじゃなくて、うん、はまりきると、まあ、そうでしょうね。そう、自分で作るんですよ、うん、分かる。結局それってやっぱりその原画が見えるというか。ただ一方で、うん、いいシンセはいいじゃないですか、やっぱり、うん、原価安くても、うん、なんかこんな出音がやっぱり欲しい。いいし、作ってみてこれも分かったんですけど、うん、ちゃんとした製品は、うん、いろんな都合が出てくるじゃないですか、レイアウトにしても。きちっとしてる。確かに確かに、あれかなわないわ、うんうん、結構だから面白いですよね。さっき裏で、うん、アートリア あのドランブルートと、はいはい、あとはマイクロフリークとか、マイクロフリークとか、そうそう、あったんですけど、やっぱりマイクロフリークって、バストルって、うん、どこだったっけ、チェコだっけ、うん、どっかの、うん、いわゆる、まあ、モジュラーも作り、うん、インディーズ その変なシンセばっかり作るメーカーが、うん、設計に関わってて、設計だもん、そうそう、変だもん、そう、楽しいわあれ。そうそう、アトリアは多分単独であれと、多分マイクロフィーク作れないと思うんですよ、うん、なるほどね、うん、そうそう、でもそういうこうちょっとスパイスみたいなのが入って、うん、なんかちょっとめちゃめちゃ変な製品じゃないですかね、変そうそう、うん、っていうのはあるかなっていう気はしますね、うん、確かにそう考えると自由度が高いか、うん、うんうん。